よろしくお願いします。皆さんこんにちは、 MCB です。さて今回の動画なんですけど、ハンターカブカスタムねやっていきたいと思います。それで、まあ、今ね現状ハンターカブの乗っててですね、まあ、1700キロぐらい走ったんですけど、現状の問題点としてはちょっとね積載能力が少し足りないというところで、サイドステーとサイドバックを取り付けていきたいと思います。はい、で今回買った、ステーをですね、こちらのね、ステーになります。かなりね見た目的はこう小ぶりな感じですね。まあこのねこのアロハポーズの大体それぐらいの長さのね、まあ、片手ぐらいの大きさのステーと、あとはねこういったね専用のねビスが付属しています。でこちらのメーカーなんですけど、どっかに書いてあったかな、特に書いてなかったかな、はい、ここ分かるかな、ここにね今こうねこのモトボアット BB のボックスをつける時のこのステーですね、この取り付けステーですね、この純正のキャリアにつけてるこのステーの方ですね、ここの向こう側にも同じようにここと向こうとあとここの後ろで3点止めしてるね、これ R スペースさんっていうところの、キャリアね、延長キャリアなんですけど、それと同じ、メーカーのね、R スペースさんのサイドバックサポートっていうところで、同じメーカーのねものを購入しました。それでなぜこれを選んだかっていうのがすごい重要なポイントで、まあ見てもらえばねすごいわかるんですけど、この取り付けの穴見てください。なんとここのツールボックスね、ツールボックス2箇所のネジとあとここですね、ここのネジを使って共締めできるというところで、すごいね初心者に優しいというかね、構造となってるんですよね。サイドバックステーに関してはいろいろなメーカーから出とるんですけど、基本的にはねこのツールボックスが使うところも結構多くて、あとはですねこのショックのところにこうね外してこのボルト、ちょっと見にくいんですけど、ここ分かるかな、ここね、ここにボルトが1個ついてるんですけど、ショックを止めてるね、ここのボルトに、一緒に共締めするような商品が多かったんですけど、まあここのボルトにつけるってなるといろいろね外さなきゃいけないよねっていうので、こういうのとかもねちょっとめんどくさいっていうので、この R スペースさんの商品を選びました、はい、で早速取り付けていくんですけど、まあこういうね、六角、これが、いつだったんだろう、5.0 の、ね、サイズの六角なんですけど、これね入るんですけど、これだとねちょっと力が入らないんですね。今こういう状態なんですけど、ね、持つとこがかなり少ないよねっていうところで力が全然入らないので、これね、はい、またコメリでね、こういったね、サンフラッグっていう、メイドインジャパンのこう T 型のね六角を買ってきました。で、短い方と長い方ということで、これならね均等に力が入るんじゃないかっていうところで、緩めるだけですね、これをね使っていきたいと思います。こういう商品ね、はい、何でもいいんですけど、似たような商品はリンク載せておきますんで、よかったらねそれも皆さん用意してから作業してください。はい、というところでね、こんな感じで簡単にねツールボックスが外せました。それでもう一緒なんでね、こっちは反対側にも、よいしょ、よいしょ、でこっちにはねもうワッシャーが入ってるんですけど、これはこのままでいいんじゃないかなと思います、はい、長いのがね、1個と短いのが4本ですね。で出てるんですけど、ここにこういう形で来るんですよね。はいはい、
ってなると、ここまず2箇所、ここはね、多分4箇所同じネジだと思うんですけど、ここだけね、ちょっとこう長くなってるね、見えるから。ここ長いでしょ、ここがね。なので、普通に考えたら、まあこうですよね。長いのにこう入っていくっていうところになりますので。よし。そして、まあ、純正ボックスですね。まずここにつけていきます。そして、短い方ですね、ネジを両方とも入れて、で裏側に、裏側にワッシャーを入れますね。そしたらこんな状態、はい、こんな状態ね、はい、そしたらあとはナットを締めていくんですけど、黒っぽいところ方と何もついてない方があるんで、何もついてない方からこう後ろにね、くるくるね回していきます。こんな感じでいいかなと思いますけどね、はい、あとはね固定してねロックしていくような感じでやっていけばいいと思います。という感じでツールボックスがくっつきましたと。で裏側にナットを通すんですけど、これかなりクリアなんですが、狭くて、はい、いけるかな、ちょっと無理だな、こんなのかましてしまう、ポロポロ落ちるんで、もうちょっと養生テープでね、こんな感じでちょっと押さえながらね、ちょっと入れます。どう？あ、成功した成功した。ああ、こう。よし。オッケーだね。はい。よし。